はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、美野健治です。さあ本日の動画はこちら、先日行われた高松宮記念なんですけれども、まあ福兵の8番人気ナランフレが勝って大波乱が起きましたね。まあ3連単もすごいことになってて、まあ1着8番人気ナランフレグ、2着5番人気ロータスランド、3着が17番人気のキルロードですからね。3連単278万4560円ととんでもない配当になりましたね。でそのレースをねちょっと振り返っていきたいかなと思います。まずはこちらをご覧ください。収まりました、スタートしました、ほぼ揃いました。スタートはまあまずまずって感じでしたかね。でレシステンシアが積極的に前にって感じでしたね。さらには10番キルロード、後位のインコース4番ライトオン級、あとは9番ロータスランド、その下からは15番ファストフォース、その後11番クリノガウディ、17番メイケイエール並んでいる、内からは1番サリオスです、あとは3番シャインガーネット、16番の大名富士、13番テラベスラと続いて3コーナー回っていきます。その後3馬身ぐらい開いて後方寄りに18番のグレナディアガーズ、このインコースからサンライズオネスト、さらには2番のナランフレグ、 600m は33秒4でいっています。後ろから2投目12番のエイティンガール、このうち14番ダイアトニック最後方、4コーナーから直線コースへと向かいます。前の争いですが、わずかに先頭レシステンシア、並んで8番ジャンダルム、青い帽子2頭の追い比べ。さあレシステンシア粘る粘る、どこまで粘れるか。このうちに潜り込んでいくのは13番テラベスーラ、ちょっとねレシステンシアきついですね。ここでこのうち潜り込んでテラベスーラ、こっからナランフレグがぐいぐいと伸びてきて1着でゴールと。ナランフレグです。丸田京介、馬群の間をさばいていって16年目にして丸田京介騎手が G1 初制覇となりました。おめでとうございます。はい、ご覧いただいた通りのレースだったんですけれども、結構タフなレースでしたね。まあスタートからレシステンシアが花に立って、まあ、そのまま押し切るっていうような展開だったんですけれども、まあ、息もつかせない、さすがはスプリントっていうレースでしたね。まあ、ただレシステンシアは最後の直線粘りきれず、残念ながら何着だったかな、6着か。レシステンシアはメイケイエールが5着か、サリオスは15着。やっぱりサリオスはちょっと適正的に見ても微妙な感じでしたからね。スタートして先段に取り付けるっていうことができずっていう感じでしたからね、なかなか行き足つかずっていう感じで。まあ個人的な予想で言えばね、キルロードは入れられなかったんですよね。まあデータとして7歳以上は馬券内にね来てなかったんでね、唯一の例外がエアロベロシティだったんですけれども、エアロベロシティはねちょっと別格の馬だったんでね。ただ個人的にちょっと引っかかってたのが、エアロベロシティ1000馬だったんで、でキルロードも同じ1000馬でしかも7歳、この部分だけがちょっと引っかかってた部分は確かにあったんですよね。1000馬か、でも7歳馬全く来てないしなーっていうことでバッサリ切っちゃったんですよね。ナランクレグ、ロータスランドは入れられてもまああとはメイケイエール、レシステンシアの人気馬2頭も案外な競馬だったからね。まあ荒れる傾向あるかなとは思ってたけれども、まさかここまで荒れるとは正直思ってなかったんですよね。こんなに来ねえかっていう感じまあダイアトニックも全然でしたしね。まあダイアトニックも7歳馬だったんで、データ的に見ればまあ来ないっていうような感じではあったんですけれども、まさかこんなね下位に沈むとはさすがに思わなかったかな。まあでもスプリント界はまだまだ混迷を極めそうですね。ピクシーナイトが昨年の香港スプリントで怪我してしまってね、まあ落馬事故に巻き込まれてなんですけれども、まだ戻ってきてないしね、いつ復帰するかもわからないし、まあそうですね、現3歳馬からどんな馬が出てくるか
それに期待しようかなっていう感じですけれども、それもちょっと微妙なっていうか、いまいち今年の3歳馬あんまり強くないような感じというか、これっていう強い馬がねまだちょっと見当たらないんでね、なかなかに前途多難というか本当に難しいですね。まあただそんな中ね、先日行われたドバイの国際競争ではすごいですね、日本馬が5勝と過去最多かなに勝って、まあすごい成績を収めたんですけれどもね、まあますます海外遠征が加速していきそうですね。特にこの時期大きい列っていうのがねあんまりないんでね、まあ賞金も高いサウジとかあとドバイ、この2つを春に転戦するっていうのが来年以降も定着してきそうですね。結果も残してますしね、それでいて賞金も高いからすごい魅力的ですよね。まあもう少し JRA も、まあ、賞金も含めてもう少しレースを充実させていく必要があるんじゃないかなっていう感じはありますね。まあさすがにドバイとかそこまでの賞金っていうのは難しいと思うんですけれどもね、まあ少なくともドバイワールドカップデーとか、まあブリーダーズカップとかそういった1日に大レースを何回も行うっていうような日もね、個人的にはあればいいかなと思ってるんですよね。まあブリーダーズカップを習って作られた JBC はあるけれども、なんかこうね大レースを集約したような日っていうのがね、まああればいいかなっていう感じですね。まあ例えば宝塚記念の週にまあ一気に何か行うとか、まああとは有馬記念とかそういったところに全部集約しちゃうとかね、まあそういったものもあれば個人的には面白いかなと思います。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、 Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。あとブログもやってるのでね、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃバイバイ。